はい、皆さんこんにちは。今回はですね、はい、うちの倉庫に眠っておりましたね、これね、どうやるいいか、私の手と比べるとね、こんな感じ、ちっちゃいラジコンなんですね。これタミヤさんからね、発売されていたのかな、今はしてないかもしれないですけどね、ロックバスター TLT1 ってやつですね。はい、これね、私の娘がね、3歳か4歳の時ね、ラジコンしたいみたいなんでねこのちっちゃいね、ラジコン買ってね、遊ばしてたやつなんですけど、まあ、それは倉庫に残ってましたんでね、はい、まあ、動きますので、はい、とりあえず動かして遊んでみようかなという感じです。こんな感じでね、特徴的なシャーシになっておりましてね、はい、サスアームの機構もね、ちょっと私の数映りますけどね、ちょっとサスアームを動かしてみて、サスアームね、ちょっとバネとか、ね、錆びておりますけど、もう15年ぐらい前かな、15年ぐらい前にね、作った車だと思いますので、ね、結構旧車なんですけどね、はい、こんな感じでね、すごい、まあ、ヴィンテージがすごいことなんですしね、はい、グリグリ動いて楽しい車なんですね、はい。今回はちょっとね、オフロードがかなりウェッティーなのでね、オフロードが乾いてるところとオンロードちょっと走ってみたいと思います、はい、それではやってまいりましょう。
感じでね、スピードはそれほど出ないんですけども、あの楽しい感じで走れる車ですよね。これのね、10分の1サイズかな、12分の1サイズかちょっと忘れましたけどね、でっかいやつもあるんですね、似たような感じでね。そちらの方もね、人気車種でね、あのよく売れてましたね。これ TLT うちの店でね、あの仕入れたのこれ1台だけでしたけどもね、皆さんやっぱ大きいのを買われる方が多かったのでね、はい、まあ可愛らしい感じなんじゃないかと思います。中ちょっとね、あメカ的に見せましょうかね。はい、ボルトというサイズ、はい、メカがね、まあ当時と違うのは受信機はね、あの 2.4 以下っていうのをね、変えましたね。受信機だけ違いますけどね、アンプサーボとかはね、これですね、あのは当時のものですね、バッテリーも当時もので、全然あのダメになってませんでしたので、ね、使えました。こんな感じのね、三角形のバッテリーちょっと外しておいて、でモーターもねここにね、レース用と違ってね、レース用は低重心ですけどもね、いやバッテリー自体は外します。タイヤも専用で、なんか可愛らしいね感じのちっちゃい手と比べてもらえるね、はい、ちっちゃい感じなんですけどね、ただ今度これね、あのちゃんとメンテナンス、今メンテナンスしてませんので、ね、メンテナンスしてから、大きなタイヤですけどね、はい、走ってみたいなと思います。はい、前とね、あのショートリポとかももしかしたらここにつくかもしれませんね、はい、まあこうやってね、昔の車取っとくとね、久しぶりにいっぱい出してきてね、遊んだりとかもできると思いますのでね、皆さん愛車をね大事にしていただければ長く遊べると思います。このタイヤもだいぶ減ってるでしょ、うちの娘がね、それこそ14、5年前にね、3歳、4歳ぐらいの時によくねうちのコースで遊んでおりましたので、ね、今はねもう就職して働いておりますので、ね、はしごで遊ぶという機会がねめっきり少なくなりましたけどね、こうやってねお子さんと一緒に遊ぶっていうのもね、やっぱりあの父親母親のね特権だと思いますのでね、ちっちゃいうちはね一緒に遊んでくれると思いますので、はい、皆さんもね、もしお子さんまだ小さい方ねおられるんであれば、ラジコンゲームでもいいですけどね、なんか一緒に思い出作りなんかしてみてはどうでしょうか。はい、まあこんぐらいかな、はい、まあメカもね、これモーターは540サイズやったかな、540サイズって普通のノーマルモーターってやつかな、ちょっとちっちゃいように見えるけどな、どうなんでしょうね。また今度ね、あのメンテするときに引っ張り出してね、はい、ちょっとモーターもこう見てもらったとおりね、缶が錆びておりますのでね、はい、ただこの540、このね、懐かしいねマブチモーターってシール貼っておりますので、ね、これ結構希少品で、ね、綺麗にしてね、まあ、取っときたいと思います。モーターモーターでね、今の最新型のモーターね、スポーツチューンなんか作れたらつけてね走ってみたいと思います。スーパーギアっていうのね、ここにイオンギア、スーパーギアなんですよね。これも比率がだいぶね、普通の車に比べて、スパーギアというね、こっちの方ですね、こっちの方が大きいですね、はい、これはやっぱ面白いかなと思いますね、はい、でタイヤのとこちょっと詳しく見せましょうか。ここが特徴的だと思いますんで、タイヤをちょっと持ち上げてみて、こっちに、ギコギコやって、はい、こんな感じでね、すごく面白い感じで動くんですね。バッタの足みたいでしょ。ちょっと後ろから、ね、そっち側から、はい、見えますかね。こんな感じで、ね、すごく面白い感じで動くんですね。これもね、今昭和46郎さんとかね、開発中の車に、使えるんじゃないですかっていう打診をちょっとしてみましたんでね、はい、
またこういった面白い車も、自作でね、作られるかもしれないですけど、そちらの方もね、要チェックでね。すごいでしょ、なんか面白いでしょ。まあちょっとバネ錆びておりますんでね、錆び取りとかね、いろいろ綺麗にね、メンテナンスしようかなみたいなね、まあ私しませんけどね、じゃあ店長がしようかなみたいな感じですね。こんな感じでよろしいですかね、今日はね。なんかね、こういう、珍しい車ですね、まあ、まだまだうちの倉庫眠っておりますのでね、皆さんにお見せできればなという感じです。はい。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルもいたしております。たい焼き食べたいでカタカナでサブチャンネルで、検索していただくとね、出てくると思いますので、そしてね、先ほど申しました昭和46郎さん、全部漢字でですね、昭和46郎で、ラジコンとかで検索していただければね、出てくると思いますので、そちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではさよなら。